株式会社、栄太郎里資本式は、東京都中央区日本橋に、本社、本店を構える、老舗の和菓子店である。創業は1818 18年。本店は、江戸時代に、細田栄太郎が店舗を構えた、日本橋の、西菓子の地に今もある。本社も、同ビル内。調布市千川町2-6-5にあった調布工場は2013年に、 廃止。現在、工場は、八王子市七国一の二十九の三にあり、そこで商品が製造されている。大阪府と福岡県に営業所を持つ。商品の主な販売先は、百貨店、空港、駅構内、スーパーコンビニ、ショッピングモールなど多岐にわたる。他には、エ太タロアメを主力商品として、昔からの神社物価クルートも持っている。近年はさらに、 ウェブ通販にも力を入れている。1818 18年に、江戸での菓子業を始めた、細田徳兵衛のひ孫にあたる細田栄太郎の名前が、その由来。徳衛兵時代は球団に店を持っていたが、1857年、日本橋に店舗を構えたのが栄太郎である。開店当初は、徳衛兵時代の、伊筒屋で商売を始めたが、わずか3、4年後には店名を、 栄太郎に変更した。理由はお客さんが、井筒屋とは言わず、栄太郎の店、栄ちゃんの店としか呼ばなかったかららしい。栄太郎里資本、式では1818 18年を創業年としている。遡るとそれ以前にも数十年間の貸し業を営んでいる期間があるがそれは反応時代のこと。細田徳衛兵が二人の孫と共に、江戸球団の店で、 貸し業を始めた時を創業年としている。栄太郎から見ると、細田特衛兵はひいおじいさんにあたる。1700年代の初め、現在の武州反応に吉左衛門四世という者がいた。家は氏族でありながら農業で生計を立てていた。1700年代半ば頃、吉左衛門四世は先祖代々の氏族の位を捨てて貸し業を始めた。 名前も全米に変える。これが、栄太郎の菓子業の始まり。その時に作っていたのは全米焼き。その秋内は、息子の全米二世や孫に継がれる。この孫の名前が徳米。徳米は1817年に妻を亡くし、その翌年に孫二人を連れて、江戸五府内に出布。徳米は、江戸の九段坂で、全米焼きの商売を開始。 天命は、伊豆津屋その伊豆津屋は後に、安太郎が継ぎ、安五郎は、独立して、別の菓子店に勤める。安五郎は、腕が良く、職長をしていた。やがて安五郎は、伊律屋の看板を掲げて一本立ち。1830年に結婚。1832年に、長男、栄太郎が生まれる。栄太郎は、 子供の頃からよく父の商いの手伝いをしていたので、町内では講師で通っていた。1852年、栄太郎19歳の時に流行り病でおじと父親を同時に亡くす。母と弟や妹など家族もいるので、栄太郎はおじの名である安兵衛を継いで一族の長となる。この時球団坂の井筒屋はもう傾いていた。栄太郎は 日本橋南詰めの屋台商売にさらに精を出す。栄太郎の金坪は非常に有名で特に魚菓しで働くカルコたちには甘くて栄養価も高い金坪は大人気だった。その後1857年西貸町に店舗を構える。当初は伊津屋の屋号で商売を始めたがお客様が栄太郎の店というので数年後に 店名も A 太郎に変えてしまう。店舗の場所は現在も本社として同じところにある。明治期になると上野で開催された内国官業博覧会や海外で催された万国発明品博覧会などに商品を出品しながら知名度を東京一円に拡大していくとともに1940年には有限会社を経て1972年 株式会社へ改祖。1981年には、缶入りあんみつを発売。国内の百貨店の各専門店で販売すると、ともともに同社を代表する商品へと成長させる。江戸時代から続く、本来の丸い金粒、缶納豆の元祖、甘菜納豆、玉だれ、ロウ、梅干しリング飴など。また、水ようかん、あんみつ。 蜜豆など贈答用の菓子類に強く、国内の百貨店には、同社の専門店が多数存在する。量販店向けの商品も飴を中心に充実しており、代表商品として、黒蜜、飴、生姜、蜂蜜のドアメなどがある。近年は世代ごとにブランドを分け新しい和菓子の姿を提案している。江戸町人のお菓子として、大福餅などともに現れたのは、 京宝年間頃と言われている。それ以前、上京年間に、ウルの川で小豆餡を包んで焼いたものが、京都に現れ、銀唾と称して売られていた。これが江戸に渡り、小麦の皮に変わったことで、黄金色の焼き色がついたことから金唾として、名付けられた。江戸時代末期、栄太郎が、日本橋南めにて、屋台店を使って売っていたのが金唾 栄太郎の金粒の名前と味は、江戸市中に評判となっていた。もともと金粒自体は、江戸を代表するポピュラーなお菓子であった。江戸時代の川柳にも金粒の人気を物語る歌が、数々残されている。さすが物資の古金粒を食いたがり、年季増しても食べたいものは、土手の金粒さつまいも、栄太郎飴というのは、以下の飴の総称である。梅干しリング飴。 黒飴、抹茶飴、紅茶飴、ど飴,飴。日本に古来からある米や芋などを材料にした和飴とは異なり、砂糖を原料とする飴である。南蛮トライの細工菓子アルフェニンの製法で作り上げられている。歯につかずカリカリと、軽やかに噛み砕ける切れの良さに加え、砂糖の熱分解により生じるカラメルを主体とした複雑な風味は独特のコクがあり飽きない。 また、いくつ舐めても口の中が荒れないのは、砂糖純度の高い証拠。化粧品の乏しいイメージ、大正の頃、髪型の芸儀、舞妓たちが、この、梅干しリング飴を唇に塗ってから口紅をつけると、唇口が荒れず紅れないに照りが出るからと、東京土産に凍ったと伝わっている。梅干しリング飴という名前の由来は、形、大きさ、色が梅干しに似ていたから。色が赤く、 形は切り口を指で摘むために表面にシワが寄り、そこから酸っぱい梅干しに似ているとして名付けられた。実際は甘いのに、あえて梅干しと称したところに、江戸っ子のシャレと基地が出ている。江戸時代に日本橋で生まれた缶納豆の元祖。栄太郎佐都市本式の本店でしか売っていない。第一海内国産業博覧会で優等賞を受賞した。 同社にいくつかあるブランドの一つで飴の専門ブランド。宝石のように美しい飴をテーマに見た目が化粧品のパッケージのように可愛らしいのが特徴。栄太郎佐と資本、式が得意とする飴の技術が駆使されており非常にユニーク。若い人にも和菓子をもっと気軽に召し上がっていただきたいというコンセプトから生まれたブランド。 和のおやつ菓子を可愛らしい小袋仕立てで取り揃えており、買いやすい。アトレエビスにある本店では、生ドラ焼きも販売している。エッフェル島のマークが懐かしいセンは、昭和後期に東京お土産として一世を風靡した。もともとは、銀江戸一が製造販売を行っていたが、同社が廃業して、以降、エータローサ都市本式に、ブランドが引き継がれている。 ヘルスケア和菓子をテーマとした、エータローサと資本式のお菓子ブランド。業界初の低糖質洋感、血糖値が上昇しにくい、ドラ焼き等幅広い年齢層に向け健康に気を配った商品を取り揃え、ドラッグストアや調剤薬局などでも売られている。キャラクターの名前はエイタン。明治18年創業の芝新名栄太郎と、 明治38年創業の深川栄太郎の2店だけが現存するのれんわけの店である。他に全国に点在する栄太郎の名前がついた店舗はのれんわけではない。ただし、昔栄太郎佐藤資本、式で働いていた社員が栄太郎の名前で店を始めるケースも昔は多かった。理三つ豆のテレビ CM で、はーい、栄太郎ですというジングルがあった。 1970年代には、梅干しリングアメの CM も流れていた。ありがとうございます。